左肩前に出してくださいって絶対レイナのあれですよね。私そこ曲がったら桜坂の多分 VTR 見てる時かなこんなんやった覚えないんですけど、なんか集中したら多分変な顔になるんですよね気をつけようと思って。こんばんは、こんばんは。愛知公園でユーズに睨まれたよってごめんなさい、全然睨んだつもりないです楽しかったですねツアー。皆さんワイプ気をつけな気をつけます。本当に集中してるんです私。すごい集中してる時こそあの顔になるんですよ。なんかちっちゃい頃の写真とか全部こういうなんかこういう顔してます一生懸命なんですよ。面白くて笑ってたつもりだったんですけど、面白かったんですけどね脳天大丈夫ってあれですね、そこ曲がったら桜坂ですよね。それきっと全然大丈夫ですなんかそこ曲がったら桜坂で覚えてくださった方がたくさんいらっしゃるみたいでありがとうございますいやーまあヘディングボールがね顔面に当たったっていうのはもうあれは完全にハプニングで、でもそれで覚えてくださったなら嬉しいですお化け屋敷ちょっと言いたいことがあったあ、そういえば私まあ確かにあの暗闇でこう自分の顔を、あ、そこ曲がったら桜坂のお化け屋敷の話なんですけど、確かにすごい自分の顔可愛いかなってやってたんですけどその前にちゃんともうナギが泣いちゃってかわいそうだったからゆうぞお姉さんが見に行ってあげるよって言って一人でお化け屋敷見に行ったんですよ私中に泣いちゃってるからお化けいないか見てきてあげるって言ってちゃんと見に行ってました。でもなんかすごい冷たい顔してましたよね私全然そんなことないんですから心配してたんです。もうずっとそう怖いって言ってたからお姉さんやって。そうですよね、藤山の鉄骨やばかった、やばいですよ私。あ、でもジェットコースター好きだったんですけど、あれでも怖すぎてちょっと怖ーってなっちゃいました。お化け屋敷は私一回も入れたことないです、怖すぎて。なんか昔姉と遊園地行った時に私がめっちゃお化け屋敷行きたいって言って一緒に並んでもらったのに、最初の映像を見てリタイアしましたねそのくらいお化け屋敷本当に怖かったんですけど、なんか戦慄迷宮は戦慄迷宮に立ち向かう私はかっこよかったですよね。頑張りました。愛理子赤ちゃんすぎたよねって、それその通りかわいい。ジェットコースターの愛理と莉子本当にかわいすぎてびっくりしちゃいましたね